お母さん暇ですよね。暇なら親戚が集まるから20人前の料理よろしく。そう言うや否や、私の言葉など全く聞かないぞとでも言うかのように、春菜さんはスマホをいじり出してしまった。急に呼び出されたかと思えば、とんでもないお願いをされた。20人前の料理を義母である私だけに任せようとするなんて、そんなの普通に考えれば無理なのに。でも私にはとっておきのスキルがある。きっと春菜さんは私が料理を用意できず恥をかく羽目になるのを望んでいるのだろうが、そもそも私が料理を用意できないなんて確証はないのだ。春菜さんは知らなかったであろうこのスキルをとうとうお披露目してやることにした。私の名前は近藤陽子、65歳の専業主婦だ。夫に先立たれ一人で暮らしている。私たち夫婦の間には一人息子がいるのだが、長男の弘樹はすでに家を出て結婚し家庭を築いていた。当時は弘樹の結婚を心から祝ったものだ。結婚相手の春菜さんもとても可愛らしい人で、義理とはいえ家族同士仲良くやっていけそうだと期待した。だが現実はそう甘くはなかった。お母さん、ちょっと家に来てくれません？家事が溜まっちゃって。どうせ暇なんだからいいでしょ。ある日家でくつろいでいると、春菜さんからそんな電話がかかってきた。私の家から長男夫婦の家に行くには徒歩で10分くらいしかかからず、もともと長男夫婦とは結構な頻度で交流していた。しかしそのほとんどはこうした春菜さんの理不尽な呼び出しだ。また？先週も同じことを言っていたわよね。ちょっとだらけすぎじゃないの？春菜さんは専業主婦よね。あまりの頻度で呼び出されるので、つい頭にきてきつめの口調でそう言ってしまうと、春菜さんは苛立ちを隠さない声色で、いいから早く来てくださいよ。家族でしょ。助けてって言ってるんだから助けてくれてもいいじゃない。あんたの息子と結婚してやったんだから感謝しなさいよ、と言い返してきた。春菜さんがヒステリックを起こすのは日常茶飯事だ。弘樹の結婚を優しくておとなしく可愛らしい女性だと思っていた春菜さんは、蓋を開けてみれば何事も自分の思い通りにいかなければこうやって癇癪を起こし、どうにかして物事を自分の思い通りにいくようにしようとする、そんな子供がそのまま大人になったような性格だった。弘樹もこのことにはどうしたものかと悩んでいた。叱っても叱っても春菜さんのヒステリックはひどくなっていくばかり。毎回毎回会話するたびにこんなことを繰り返していたんじゃ私たちの身が持たない。だからといってヒステリックを治すなんてそう簡単なことじゃない。本人に反省の意思がないならなおさらだ。だから春菜さんを怒らせてしまった時はあまり刺激しすぎないで、私たちの方から折れてやり、早いところで落ち着いてもらおうと試みることが多かった。わかったわ、行くから落ち着いてちょうだい。私がそう言うと春菜さんは、本当にお母さんは聞き分けが悪いですね。最初からそうしておけばよかったんですよ、とため息をついた。その声色はやや落ち着きが見え始めていて、精神的にも穏やかな状態になってきたのだろうと察する。正直に言って、なんで私がこんなことをしなきゃならんのだと思わないこともないが、弘樹には春菜さんをどうにかすることもできないので、まあ仕方がないことだ。必要最低限の荷物を持ち、長男夫婦の家に向かった。長男夫婦の家に到着するや否や、
玄関前に春菜さんが腕を組んで立っていた。遅くありません？寄り道したんじゃないでしょうね。私を責めるようなそんな言葉。確かに私はまっすぐ長男夫婦の家に来なかった。なぜならそろそろ夕食の時間が迫っていたので、長男夫婦の家で料理を作ってやろうと考えていたからだ。もうすぐ夕食の時間でしょ。家事のやる気が出ないなら春菜さんも作るのがしんどいと思って材料を買ってきたのよ。できるだけ怒りが伝わらないように穏やかに。春菜さんを怒らせてしまえばまた大変なことになるから。そう考えて努めて優しい声でそう言うと、春菜さんは怒りで顔を真っ赤にさせた。どうしてそんな余計なことをするんですか？夕食を作ってほしいなんて言ってないのに。急な言い分に思わず、えっと声が漏れてしまう。私はただ気遣いのつもりで夕食の準備をしようと思っただけだ。それなのに一体何がいけなかったのだろう。あまりにも理不尽すぎて現実が受け止めきれず首をかしげていると、そうやって私の仕事を全部奪って楽しいですか？私の仕事が全部なくなったらひろきさんに必要とされなくなっちゃうじゃないですか。主婦としてのメンツが立たないじゃない。でも家事をするのも辛そうだったから。そんな余計なことをしないでください。夕食は私が作りますから、その材料は捨ててきて、お母さんに協力なんてさせませんから。そう言って春菜さんは私が片手に持っていたエコバッグを指さす。捨てるなんて冗談じゃない。せっかく買ってきた材料を捨てるなんてありえない。勝手なことをしてしまってごめんなさい。でもさすがに捨てるのは。春菜さんの機嫌をこれ以上損ねないようにできるだけ気をつけながら、やや身を低くしてそう言うと、春菜さんは大きなため息をつき、それなら今日だけ特別に作らせてあげます。でも私が作ったことにしてください。お母さんは私が作ってるところを見てただけ。いいですね。つまり私が夕飯を作り、それを春菜さんの手柄にさせろというのか。それはあまりにも理不尽すぎる。言い返そうと口を開くと、ああ、お母さんに拒否権なんてありませんから。もしこれが嫌だって言うなら、その材料を今すぐ捨ててきてください。お母さんとしても食材が無駄になるのは嫌ですよね。と言われてしまった。結局私は食材を無駄にすることが許せず、その日の長男夫婦の夕食を一人で作った。そしてひろきが帰ってきて、三人で食卓を囲っているとき、今日の晩飯はかなりうまいな、と褒めちぎっていた。それに春菜さんは一瞬不満げな顔をしたが、すぐに笑顔を作り、今日はいろいろとうまくいったのよ。喜んでくれたみたいでよかった。と言っていた。本当は私が作った食事なのに、春菜さんに手柄を横取りされた。そのことに腹が立ってたまらなかったが、ここで口を開いて春菜さんの言葉を訂正すれば、とんでもない事態を引き起こしてしまうことは明らかだった。だから私は春菜さんの言葉を否定できず、さすが春菜さんね、と彼女を褒めたぎることしかできなかった。それからも長い間、春菜さんとの関係は徐々に悪化していった。駒使い扱いを受けるのはもはやいつものことだと言えるほどだ。そうなれば私の心身も疲弊していって、具合が悪いと感じる日も少なくはなかった。早々にこの関係をどうにかしなければならないとは思っていた。だけど具体的にどうしたらいいのかは一切わからなかった。そんなある日、
私に転機が訪れる。早朝、春菜さんに今すぐ家に来てほしいと呼び出された。一体何事かと眠い目をこすって長男夫婦の家に行くと、春菜さんからとんでもないことを言われたのだ。お母さん暇ですよね。暇なら親戚が集まるから20人前の料理よろしく。あまりの言葉に愕然としてしまう。20人前の料理を今から一人で。春菜さんの話曰く、今日は長男夫婦の家で春菜さん側の親戚20人が集まる食事会を開く日なのだそうだ。だけど春菜さんはその準備を一切しておらず、当日になって料理が用意できないことを悟った。そこで白羽の矢が立ったのが私だという。私一人で？春菜さんは手伝わないの？私は忙しいので、メイクとかもしなきゃならないし、代わりに今日はお母さんも食事を食べていっていいですよ。どうせお母さんみたいな陰気な人誰も気にしないと思うし。あまりにも人を舐めすぎている態度にカチンとくる。これまでひろきに迷惑がかかるからと春菜さんがどんな態度をとっても黙って受け入れてきたが、これはあんまりだ。堪忍袋の尾が切れた私は復讐劇を始めることにした。わかりました、キッチン借りるわね。私がおとなしく了承すると、春菜さんは満足そうに笑い、今日のお母さんは聞き分けがいいですね、いつもそうだったらいいのに、と言い残してソファーに寝転びスマホをいじり始めた。どうやら20人の親戚を受け入れる準備はすでにできていたようだ。もう私が何を言っても春菜さんは話を聞かないだろう。だけど私も一度了承した手前、断ろうとは思えなかった。きっと春菜さんは私には20人前の料理を作ることができず、一人で恥をかく羽目になるだろうと見込んでいるのだろう。けれど申し訳ないが、そう簡単に春菜さんの思い通りにさせてやるわけにはいかない。キッチンに入ると、ひろきが買っておいたのか、20人前の料理に必要そうな食材があらかた揃っていた。食材を眺めながら、ざっと献立を考える。実は私は、かつて小学校の給食おばさんをやっていた。給食室で、およそ1000人近くの給食を作っていたため、一人で大量の料理をスピーディーに作ることに慣れていた。20人前の料理であれば、献立を考えなければならないにしても、少なくとも今から取り組めば昼頃には完成させることができるだろう。春菜さんの話によれば、親戚の人たちが来るのは夕方とのことなので、少しのんびりしていても大丈夫そうだ。献立をあらかた決めれば、できるだけ低コストで、それでいてあまりにも見栄えがない状態にならないように料理を一つ一つ作っていく。給食おばさんであった頃の癖が抜けず、今でも普通に料理をしているだけなのに、一人で食べきれないほどの量を作ってしまうことがある私には、20人前の料理を用意するなんてあまりにも簡単すぎて、素直に料理を楽しんでしまっていた。時々春菜さんが様子を見に来て、ムキになってます？どうせ20人前なんて無理なんですから、さっさと諦めて謝った方が身のためですよ、とか、お母さんなんかの料理よりも高級お寿司の方が親戚も喜んでくれるかもしれないので、そんなに期待しないでくださいね、とかひどい言葉を言ってくるが、今の私は料理を心から楽しむことに夢中なので、どの言葉も全く痛くも痒くもなかった。春菜さんの言葉たちはハエに噛まれたような、そんな程度のものだったのだ。そのことが気に食わないのか、だんだんと春菜さんの機嫌が悪くなっていくのを感じた。
以前までの私であれば、そんなことに気づけばすぐに春菜さんに頭を下げ、機嫌を直してもらおうとしただろう。だが、もう私はそんなくだらないことはしない。だって春菜さんを徹底的に地獄に落としてやるって決めたんだから。これから先、春菜さんに待ち受ける苦痛を想像して、口元が緩んでしまった。そうしているうちに、着々と春菜さんの親戚がやってくる。春菜さん自身はかなり残念な性格をしているが、親戚の方々はまともなのか、キッチンで私が作業していることに気づくと、手伝いましょうかと声をかけてくれることもあった。ありがたい言葉をかけてもらうたびに、春菜さんが首を縦に振るなとでも訴えるような鋭い視線を送ってくるので、お気持ちだけ受け取っておきます。完成を楽しみにしていてください。と、礼儀正しく頭を下げると、楽しみにしていますね、と温かい言葉をかけてもらった。春菜さんには散々な目に遭わされ続けたが、親戚の方々には罪はない。せめて食事で楽しませることができるように、より一層力を入れて料理に取り組んだ。あらかた必要な食事が作り終わり、時計を見ると、まだ夕食の時間には少し早かった。余裕があったので、簡単なデザートを作ることにする。なぜなら、今日の集まりには子供も来ていたからだ。昔から大好きなクリームブリュレ。目の前でバーナーで表面を炙るという、普段はそう目にしないような光景は、幼い頃の私を引きつけたのだ。きっと喜んでくれるに違いない。そう確信してデザートに取り掛かると、春菜さんがキッチンに顔を出した。もうすぐ夕食の時間ですけど、まだ終わってないんですか？ちょっととろすぎません？私をあざけるように笑う春菜さん。春菜さんは料理が得意ではないから、私がすでに料理を作り終えてデザートを作っているだなんて予想がつかなかったのだろう。まだ夕食には早いわよね。もう少しおとなしく待っててくれないかしら。私がそう突っぱねると、その態度が気に食わなかったのか、春菜さんが突っかかってくる。無理なら無理ってさっさと言ってくれませんか。親戚の人たちもお母さんのことが気になってるみたいですし、せっかくの集まりを台無しにしないでくれませんか。無理じゃないから安心してちょうだい。ちゃんと完成させて料理を出すから。あまりにも邪魔をしてくるので鬱陶しくなり、冷たい声でそう言うと、春菜さんはつまらなそうに頬を膨らませその場を去っていった。親戚の人たちがいる手前、いつものようにヒステリックを起こすわけにはいかなかったのだろう。少し余裕ができてリビングの様子を見れば、いつもの態度とは打って変わり、愛想よく笑い、親戚の人たちと談笑している姿がそこにはあった。猫をかぶっていることが明らかだった。そうこうしていると、今日は仕事だったのであろうひろきが家に帰ってきた。ひろきはキッチンで私が一人で用意をしていることに気づくや否や、春菜さんをキッチンに呼び、これは一体どういうことだ。なんでお前がくつろいでいて母さんが作業をしているんだ。おかしくないか、と問い詰める。けれど春菜さんは笑みを絶やさないまま、お母さんがやりたいって言い出したからやってもらってるの。ほら、私だって親戚の人たちの対応で忙しいし、と言い訳をした。しかし正直に言って春菜さんは、親戚の人たちの相手をしているというより、むしろ親戚の人たちに相手をしてもらっているような感じだった。春菜さんばかりがマシンガンのように近況を話し、親戚の人たちが相槌を打っているだけ。親戚の人たちの飲み物がなくなっても、
ついでやることすらしないので、私が声をかけたほどだ。とてももてなしているとは言えないだろう。ひろきがそんな態度に怒りをこらえながら。母さん、しんどくないか？できることは少ないけど、俺も手伝おうか。と声をかけてくれた。でも料理はもう完成間近だったので。ありがとう。でも大丈夫よ。もうすぐ完成するから。と言うと、二人揃って驚いているような表情を浮かべた。それもそうだ。たった一人で20人前の料理を作るなんて、正気の沙汰じゃない。普通の人だったら最初からできないと根を上げて諦めてしまうところを、ずっと頑張り続けているのだ。早朝から今の時間まで、ずっと料理料理料理。さすがの私も飽きてきたが、それでもまだ楽しめるほどに心の余裕は持てていた。そうしているうちに、私は本当に料理が好きだなと再度実感することができて、それに気づくきっかけをくれた春菜さんには感謝をしているほどだったのだ。もうすぐでできるから待っていてちょうだい。親戚の人たちの相手もちゃんとして差し上げなくちゃ。と私がせかすと、ひろきは春菜さんを連れてリビングへと戻った。それを見届けて最後の仕上げをやっていくことにした。よし、できた。ようやくデザート含むすべての料理が完成した。それを聞きつけて春菜さんが、え？と驚いたような声を上げ、キッチンに駆け込んでくる。そこには大皿に盛られた大量の料理が並んでいた。紛れもなく私が今日一日で作り上げた料理だ。なんで？どうして？一日で20人前なんて作れるはずがないのに。春菜さんは親戚の人たちの前だということも忘れ、声を荒げる。騒ぎを聞きつけて親戚の人たちがやってきたので、手伝ってもらいつつ、リビングに料理を運んでいく。わあ、おいしそう！早く食べたい！と、子供たちのはしゃぐ声が聞こえてくる。それだけで頑張った甲斐があったなという気持ちになったが、一方の春菜さんは納得がいかないようだった。料理っていうのは見た目より味ですから。きっと急いで作ったから見栄えはなんとかなっても、味はあんまり美味しくないと思います。ひどい味だと思うので、出前を頼みませんか？焦ったように春菜さんが親戚の人たちにそう声をかける。私の料理が絶賛されていることに納得がいかないようだ。それにしても、食べてもいないうちから人の料理を見た目だけ良くて味は良くないみたいに決めつけるなんて、あまりにもひどいなと思ってしまう。それは私だけではなかったのか、親戚であろう男性が、春菜さん、作ってもらっておいてそういうのはあまり良くないよ。ありがたいと感謝して食べなければ。と、諭すように言った。落ち着いた声色でのその言葉に、他の親戚の人たちも、そうよ、と同意を示していた。それがあまりにも気に食わなかったのか、春菜さんの表情は歪んでいく。それを見て、少しばかりいい気分になっていたのはここだけの秘密だ。やがてひろきが、それじゃあ食べましょうかと声をかけ、春菜さんを除いて親戚の人たちが席に着く。春菜さんは苛立ちで頭がいっぱいなのか、その場を動かなかったが、私も自分が作った料理を食べたかったので、失礼して先に席に着かせてもらうことにした。ひろきのいただきますの合図で、全員が箸を持ち、大皿に盛られた料理に手をつけていく。誰かがおいしいと言えば、それに呼応するように、他の人たちも
おいしいおいしいと喜んでいる。その光景を見て頑張った甲斐があるなと息を吐いていると、春菜さんがちょっと待ってと声を上げた。もしかしたらその食事毒が入っているのかも。お母さんっていつも私にたくさん嫌がらせをしてくるんです。その仕返しに今日は料理をお願いしたんです。本当は断られるんじゃないかって思ってたんですけど、こんなに普通に作るなんて絶対に裏があるに決まってます。あまりの言いがかりに私含めその場にいる全員が愕然としてしまう。料理に毒？そんなもの入れるはずがない。そもそも買い出しにも行かずにこの家で料理をしていたのだから、もし毒が入っているとすれば、もともと毒を置いていただろうこの家も問題があるという話になってしまうし、人の食事に毒が入っているなんてあまりにもひどすぎない？いくら私が気に食わないからってそんなことを言わないでほしいわ。そう言ってため息をつくと、春菜さんはムッとして言い返す。だってお母さんはいつも意地悪ばかりするじゃないですか。そんなお母さんがおとなしく料理を作ったって普通じゃ考えられませんって。そもそも普段から意地悪なんてしてないんだけどね。あなたが勝手に私を目の敵にしているだけでしょ。言いがかりはよしてちょうだい。それよりせっかくの料理が冷めるわよ。食べるならさっさと食べたらどう？私のその言葉が余計に苛立ったのか、春菜さんはギャーギャーと文句を言っている。それがあまりにもうるさすぎて迷惑としか言えない。ひろきも困ったように眉を潜めていたし、子供たちに至っては春菜おばちゃんどうしたのと機嫌をあからさまに損ねているのが分かった。場の空気があまりにも良くないと判断した私は、料理がそこそこ減ってきたことや子供たちの箸の進みが遅くなりそうなことを察知して、デザートもありますからねと冷蔵庫から焼く前のクリームブリュレを出してきた。それを見て子供たちが目を輝かせる。ひろきからガスバーナーを借りて表面をカリカリに熱すると、すごいという声が上がった。場は大盛り上がりのようだ。それを見て春菜さんはもう何もできないと察したのか、その場で足をついて座り込んでしまう。でも親戚の人たちはそんな春菜さんの様子など一切気にならないようで、これがおいしい、それもおいしいと料理に夢中になっているようだった。完全に敗北してしまってプライドが折れたからか、その場に居づらい空気を感じ取ったのか、ほどなくして春菜さんは自室に戻ってしまった。そんな春菜さんに声をかける人はおろか、心配する人も誰もいなかった。正直に言ってざまあ見ろとしか思わなかった。こうして食事会は大成功したけれど、春菜さんは心に深い傷を負ったからか、私に対しての態度がさらにひどいものになっていった。毎日のように家にやってきてひどい言葉を浴びせる春菜さん。その行動はエスカレートしていき、もともと私たちの仲が悪いと察していたひろきすら限界だと感じるほどになってしまった。そうして長男夫婦は離婚、家はひろきのものとなった。春菜さんはご実家に帰ることになったそうだが、例の食事会に来ていたご両親はそんな春菜さんに怒り狂い門前払いしたそうだ。今は春菜さんはボロアパートで一人アルバイトで生計を立てながら生きているらしい。一方の私はというと、あれから古くなっていた家を売りひろきの家で暮らしている。あれから料理の楽しさに目覚めて料理教室を開くことにした。生徒さんに囲まれ幸せな毎日を送っている。春菜さんとの出来事は正直に言っていろいろと大変だった。
気を揉むことも多かったし、何より家事を何もかも押し付けられるのは苦痛でたまらなかった。手柄を取られたことも嫌だった。そんな春菜さんを陥れるため、一日かけて頑張って作った料理が、私の幸せを運んでくれた。そう考えると、一生懸命料理をし続けてよかったなと、自分を褒めてやりたい気持ちになる。これから先も、私はたくさんの料理を作っていくんだろう。その一つ一つに手を抜かず、これから先も真摯に料理と向き合っていきたい。